か？横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は新しいものというお話です。お正月、人が皆幸せそうに見えると言われています。しかし一方、個人個人に踏み入ってみるならば、実はそれぞれには表に表すことのできない悩みや問題を抱えているものです。にもかかわらず、人々はお正月をお迎えしますと、おめでとうございますと挨拶を交わします。それは慣習を超えて、おめでたくありたいという願いであり、期待であるのかもしれません。まあ、そのような意味で、新年のお祝いは、新しいものへの祈願、希望です。ただし、これも一週間もすれば元の木阿弥。人々は再び変わらない現実に直面せざるを得ません。しかし、それでもなお困難を抱えながらも、神様の恵みのもとにおめでとうと言えるのであれば、これは素晴らしい挨拶です。それは問題の渦中にありながらも、すでに始まろうとしている神様の御業を信じて、先取りに感謝することだからです。古いものは過ぎ去った、すべてが新しくなったのである。これは新約聖書、コリント人への第二の手紙、5章の17節の言葉です。ここで言われている古いもの、新しいものとは、単なる時間的な新旧を意味しているのではありません。それは質的な新旧を意味します。古いものとは、1たす1が2、それ以下にしかなり得ない、自己中心の世界です。多くの場合、そこには限界があります。それに対して新しいものとは、1たす1が10にでも100にでもなり得る、神様と共に生きる祝福を表しています。それは自己中心の世界を突き破ることのできる、神様の支配される国、世界です。新年を迎え、聖書を通し、またお近くの教会でそのような世界にあなたも足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。最後までメッセージを聞いていただきありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。